皆さんこんにちは、ベーシストのルービーです。今回はベースって地味だよねっていう風に言われた時に弾けるフレーズっていうのを4つご紹介したいなという風に思います。それらのフレーズから他にも応用できるようにいろんな情報もセットでお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。そして皆さんに1点お知らせがあります。エレキベースのレッスンを、解禁しようかなと思います。体験レッスンとして最初は1時間1000円で行います。この1000円で体験レッスンを受けてみて続けるかどうかを決めるっていう形でも大丈夫ですので、ぜひご応募いただければと思います。まあ1000円でレッスン1時間は安いと思いますので、ぜひ下の公式 LINE からですねレッスン希望ですというふうに言っていただければなというふうに思います。もちろんこのチャンネルでも引き続きベーシストの方に役立つ情報を出していきますので、チャンネル登録もお願いいたします。はい、では早速本題に入っていくんですけれども、一つ目のフレーズはこんなフレーズになります。聞いてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。これは私が作ったフレーズになるんですけれども、どことなく聞いたことがあるような気はしませんか。まあ、ボカロとか、あとは YouTube、Twitter とかでこう弾いてみたを上げてるような、そういう人たちが弾いてそうだな、こんなフレーズっていうのをですね想像しながら作ってみました。まあ、やってることとしてはすごく簡単で、サムピングとプルと、そしてハンマリング、プリング、スライド、これらの5つの動作を組み合わせて基本的には作っています。それをですねめっちゃよく使われる定番の形というかパターンに落とし込んで作ったフレーズですので、ぜひコピーしてみてほしいんですね。まあ、ただしですね注意点はめちゃくちゃ早いです。なのでこの基本の動作をいかに丁寧に早く綺麗に出せるか、そしてその定番パターンを覚えると、そういうフレーズとしてぜひ使っていただければなと思います。ぜひ頑張ってみてください。はい、これが2つ目のフレーズです。いかがだったでしょうか。こちらはですねマーカス・ミラーのランフォーカバー風のフレーズになりますね。どこがランフォーカバー風かと言いますとですね、そのランフォーカバーの中でこう一番難しいところっていうのがあってですね、その部分ですね、タブ譜で言うとこの部分なんですけれども、ここをちょっと、変えてますね。実際ここの音がちょっとくって入るのが本形なんですけれども、その音をですね、普通にイーブンで、1拍目で弾くような感じに変えてみました。まあですね、正直このフレーズを聞いてみて普通にランフォーカバーだなって思う人も多いと思います。まあ YouTube とかでいろんな人が、世界中の人がランフォーカバー弾いてますけど、別にこのように弾いてる人も結構いますね。まあ、本家のマーカス・ミラーはここ食ってるんですけれども、まあ、だからといってですねその部分だけで、まあ、ランフォーカバーじゃないなと思う人はいないと思います。ただ本家通り弾いてるわけではないということなんですね。この食って入った後に高速のですね何ですかゴーストが入るんですけど、これがねめちゃくちゃ難しいので、その部分だけ少し簡単にしたいなと思いまして、こういう風にしてみました。でこのややこしい部分にとらわれるぐらいだったらですね、まあ、ちょっとずるしてでもいいから弾けるようになってもらって、このランフォーカバーという曲を好きになってもらって、そしてこの曲をたくさん弾いてもらって、そして本曲をまた聴いた時に、あ、ここがちょっと違うんやなと思って、その時にすぐパッと変えて弾けるようになると、そういう風な順番で弾けるようになってもらったらなというふうに思います。なのでですね、これ聴いて地味だなと思う人はいないと思いますので、ぜひコピーしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。こちらが3つ目のフレーズになります。これも私の作ったフレーズです。まあ、前の2つですね、紹介したランフォーカバーと私のオリジナルのフレーズですねは、まあ、ちょっとですね初心者の方には難しかったかもしれないですけれども、これはちょっと初心者の方でも簡単になるようにハンマリングとかオームで作ってみてますね。ぜひコピーしてみてほしいんですが、近いうちに初心者の方で弾けるフレーズ集みたいなのも作ろうと思ってるんですよ。簡単なフレーズで、その時にも話そうと思ってるんですけども、
初心者の方がスラップを上達していくのに、まあ、2つステップがあるとすればですよ。ちょっとここ重要な話なんですけれども、初心者の人ってまず最初このスラップの音が出ないと思うんですね。で、こういうふうな音が出ないところからですね、まあ最初音が出るように練習するわけです。そして音が出だしたら、まあこうやって練習していきますよね。で、こうなってきたらですね、次フレーズの練習に入っていくと思うんですね。そしてまあ問題なく音が出せるよっていう状態に来たら、次ハンマリング、プリング、スライドですね。そういうような、基本の動作を交えてスラップでよりかっこいいフレーズが弾けるように、やっていくわけなんですけれども、そこのところですね、この基本の動作、サムピングとプロ以外の3つ合わせた5つの動作、これを多分に使ったフレーズ集みたいなのを作ろうとしてるんですね。そのまあ1つみたいな感じです、今回のこのフレーズも。この3つの動作が多分に含まれていますし、あのハンマリングに特化していてですね、音数も多くて全然地味じゃないし、この5つの動作はちゃんと覚えられると思うので、ぜひやってみてください。はい、ということで4つ目のフレーズがこちらですね。まあネタワークですね。まあベース全然知らない人にですね、これ弾いたらですね、まあうまくやるとちょっと笑いが取れるかと思いますね。まあファミリーマートのテーマですね。ネタとしてご自身の引き出しに1つ入れておいてもいいのではないかなというふうに思ってます。という感じでですね、4つフレーズをご紹介したんですけれども、いかがだったでしょうか。まあベース弾いてると、まあ地味やなというふうに思われることもあると思いますね。正直一見地味に見えるようなベースラインを弾いてる時っていうのが結構かっこいいと僕は思うんですけれども、まあ地味に見せない技をね、少し持っているっていうのも一ついいかなと思います。ぜひぜひ頑張ってみてほしいんですが、ここで一つ皆さんにお知らせです。ベースのレッスンを始めたいなというふうに思っております。体験レッスンは、最初1000円で1時間やろうと思っていてですね、まあ、この1回だけ来てですね、まあ、どんなもんか見てから続けるという形でも大丈夫です。で、まあ、この時代にですね、レッスンってほんまに必要なのって思ってる人も結構いると思うんですよ。要はネットで情報がいくらでも無料で手に入る中で、わざわざお金を払って教えてもらう必要があるのかっていうところなんですけども、僕から言わせると絶対あると思うんですね。まあ、だからこそこのレッスン始めるんですが、じゃあなんでそれが必要かっていうとですね、まず、まあ、皆さんってどういう風なベーシストになりたい、どんなことが弾けるようになりたいっていう目標があるじゃないですか。そしてその今現状どのぐらい弾けるかっていうのがあるわけじゃないですか。で、ここからここに持っていく必要があるわけなんですよね。そのためにネットにある情報で練習法だったりとか弾き方とかいろんな情報を集めてここにたどり着こうというわけだと思うんですけれども、まずネットで情報を見たらですね、その情報が正しいのか間違ってるのかという選定がまず必要ですし、合っていたとしても正しかったとしても、それが自分のこの目標に到達するように必要な情報かどうかはまた別ですよね。で、必要な情報が分かったとしても、それを今度この中で順番通りに並べないといけないわけです。つまり一番最初、初心者の時点だからまずはこれやるよね、初心者の時点でこれやるのはちょっと早いよねっていうふうなことが起きるわけですよね。つまり目標に向かっていくためにですね、現状と目標を正しく知って、そしてネット上で集めた情報をちゃんと使いこなして練習し続けられる人が独学で上手くなっていくんですね。なので、どれだけネットに情報が溢れていてもですね、それを正しく使いこなせなければ上達は難しいんですよ。まあ、これを僕のレッスンで作れたらなというふうに思ってまして、まあ、どんな風になりたいんですかっていうのをお聞きしますので、それ聞いて、あ、それだったら、で、今の現状このぐらいだから、こうやって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 練習していったらいいですよと、そのためにはこういう宿題とこういう宿題がありますよっていうのを、まあ、皆さんとね、あのご自身のライフスタイル、忙しさに合わせて宿題出していきますし、それでちょっとやってもらって、目標にたどり着けるような、そんなレッスンをしたいなというふうに思ってます。まあ、練習の目的とかも一緒にお話しして、まあ、こういう練習はこういう目的でやってます、なぜならこの目的が達成できたら皆さんの理想に一歩近づきますよね、だからこれやってますみたいな、そういうことも話しながら、ゆっくりやってみたいなというふうに思いますね。練習法一つとしても、こんな練習がいいですよっていうのもあるけれども、それは何のための練習なんですかっていうこともすごく重要なわけです。いや、これはハンマリングを鍛える練習です。例えば、いや、なぜハンマリングを鍛える必要があるんですかっていうと、いや、僕の人生の目標としてこういうベーシストになりたいので、これにはハンマリングが必要なんですっていうんだったらすごく納得できるんですけど、そういうのがあんまりないものが多いと思います。で、しかもあまりちょっと知識が少ないうちにそんなことまで分析するのはほぼ不可能に近いと思いますので、
多分習った方が絶対早いです。さっきも言った通り体験レッスンは1000円ですので、まあ、まずはどんな感じか体験レッスン受けてもらって、その時に、まあ、どうなりたいんですかっていうふうに聞いて、そこでちょっとその地図ですね、目的地と現状とそのどういくかっていうのを、まあ、一緒にお話しするんで、それ聞いてみて、あ、うん、やりたいなと思ったら続けてもらっていいし、まあ、別にいらんなと思ったらそれでやめてもらったらいいので、ぜひ1回来ていただければなと思います。説明欄にある公式 LINE から、いつでも来れるようにしてありますので、ぜひ、来てみてください。まあ、という感じでちょっと長くなったんですけれども、ぜひチャンネル登録もしてほしいんですね。そんな感じで今回は以上にしたいなというふうに思います。公式 LINE 登録、レッスンの応募もお待ちしております。では今回は以上です。ありがとうございました。ネットで拾ってきた正しい情報ですね、練習法だったり理論の知識だったり弾き方だったり、それらを仕入れてきて正しい順番で組み替えて、そして実践していく、そういうプロセスが必要になってくるんですね。